はい、皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。今日はタイトルにもある通りね、今現在開催されているアニバーサリー第2弾で登場しているこちら2021シリーズ2の藤波選手、そして2020シリーズ1でね登場したタイムスリップの藤波選手、両方のね配球解説をしていきたいと思います。簡単に球種の違いについてご説明すると、タイムスリップの方がねストレートがマッスラみたいな感じでちょっと横に動く藤波選手でございまして、今出てるアニバーサリーのものと違ってこちらはスローカーブ、そしてね第2球種においてチェンジアップを持っております。さらにね、こちらの第1球種の方の下方向の、球種がフォークボールとなっております。そしてアニバーサリーの方の藤波選手がストレートはね通常のまっすぐでございまして、下方向が見ての通りね、こちらスプリットとなっております。第2球種の方はこんな感じとなっております。球種の違いはね今説明した通りなんですけれども、ここで皆さん疑問に思うことをもう一つあるかなというふうに思います。それはね、継承をどうするかということですね。ここについても配球解説に移る前に簡単にご説明すると、こちらのアニバーサリーのものは投手適性においてね中継ぎ適性が S あります。しかしなんですけれども、こちらのねタイムスリップの方の藤波選手はこちら見てもらったら分かる通り、先発適性のみとなっておりますのでね、先発の枚数があまり足りてないよっていう方は、こちらね2体持ちをするのがいいんじゃないかなというふうに思います。アニバのやつ使わないなら、煙突に使ってもいいんじゃないのっていう声もあるとは思うんですけれども、通常版藤波選手はね、2018年シリーズ1を最後に、排出されておらず、アニバーサリー以後ね、藤波選手が S ランクとして登場する可能性は少ないかなというふうに思いますので、球種が変わったね、今シリーズのこちら、アニバーサリーのね、藤波選手というところは残しておくべきかなというふうに思います。その反面ね、先発の枚数が揃っていて、阪神純正とやっていない方でね、あまりこちらの TS の藤波選手を使っていないのであれば、今回のアニバーサリーの方はね、さっき言った通り、中継ぎができますので、中継ぎ要員として、ね、使うんだったら、継承をしてもいいのかなというふうに思います。まあ、ざっくりとね話したと思うんですけれども、継承についてはねこんな感じで考えてもらったらいいかなという感じですかね。まあ、ちょっとね前置きが長くなってしまったんですけれども、普段は今回の動画のようにピッチャーの配球動画等メインで動画出させていただいておりますので、初見さんといらっしゃいましたらよければチャンネル登録高評価の方お待ちしております。コメントもねぜひぜひ残していってください。それではね配球解説の方移っていきましょう。はい、それではね試合動画の方移っていきましょう。まず左バッター相手ですね、初球ねインコース真ん中のところにねスプリットを放っております。こちらねボールゾーンにねちょっと来ちゃってるんですけれども、普通にねストライクゾーンに入れていい球種かなというふうに思います。で2球目インコース高め上に外れるようにねカットボールを放っております。ちょっとね今のも外れすぎてはしまっているんですけれども、なるべくねキワキワに行けるといいですね。3球目そことね視点を合わせてツーシームインハイのところに入れております。うまくねカウントを取ることができたかなと思います。で4球目ね初球のところと大体同じようなところに今度はストライクゾーンにねうまくスプリット入れられて打ち取ることができました。で2人目のバッター今度は右バッターでございますね、インローのところですね、ちょっとスプリットを放っております。うまくねファール打たせることができました。でそこから、さらにねちょっと投球間隔を速くしてインコース真ん中ちょっと高めのスプリット、やっぱ投球間隔速くすることであってファール打たせられやすくなるかなと思います。初球のファールよりも2球目のファールの方が結構ね引っ張ったファールになってるのが分かるんじゃないかなと思います。で3球目のねツーシームのところも非常に有効かなと思います。で4球目ですね、初球にスプリットを放ったところにカットボールをストライクゾーンに放っております。こうやって打ち上げさせられるのが理想かなと思います。スプリットのところにツーシームが来る可能性もあるので、そことね逆になるカットボールっていうところを若いカウントから結構ね早めに勝負したかなっていう感じですかね。続いてねまた左バッターに移っております。2球目インコースの下に外れるようにカットボールを放っております。結構カットボールとかスライダーみたいな横系のボールってストライクゾーンの横に外す方が多い印象をね僕は受けるんですけれども、あんな感じでね上下にね、外すことも覚えておいてほしいかなというふうに思います。結構高さとかを見間違えてボン出してくれる方とかも多いので、そこら辺もね、うまく使っていきたいかなという感じですかね。この5球目注目していただきたいですね、真ん中よりちょっとアウトコースより低めのねとカットボールですね。あそこのところってツーシームが来る可能性もあるコースですので、意外とねボンダとか打ってくれたりするので、あそこもぜひぜひ使ってみてください。で2イニング目移っておりますね、右バッター相手でございます、初球はインローに外れるようにねとツーシームですね。で2球目アウトコース真ん中甘めのところツーシームですね。やっぱりねここねってね強いんですよ。山本由伸選手とかの時にもご紹介したかなと思うんですけれども、あそこはちょっと特殊能力においてキレっていう特殊能力があるピッチャーではないんですけれども、そこは強いかなって感じですね。で、3人目のバッターに移っております。このねスプリット同じようにね放っております。続いて2球目はね今度外に外れるようにアウト構成のカットボールですね。これはちょっとねストライクゾーンに入っちゃってはいるんですけれども、あそこを投げるんだったら普通にボール球として投げるのがいいかなと思います。で3イニング目移っております。
バッター、インローへのスプリットから入っております。あれも普通にストライクゾーン入れて大丈夫ですね。で、2球目、真ん中よりちょっと低めの、まあ、その下に外れるようにね、ツーシーム、投げたつもりだったんですけれども、まあ、ちょっと入ってうまく打たれてしまいましたね。あそこね、初回の、最後のね、バッターへの打席で、まあ、カットボール放ってね、うまく打ち取れたかなと思うんですけれども、まあ、そことね、組み合わせてね、使うのがいいのかなって感じですね。で、トノサキ選手の打席はうまくね、カットボール、こちらの福留選手の打席もそうですけれども、ボールゾーンに外してうまく打ち取ることができたかなって感じですね。で、この吉田正尚選手への初球に関してもね、さっき言った通りですね、カットボールとかツーシームとか、まあ、そこら辺にね、投げているので、まあ、そこと視点を合わせて、スプリットをね、低めに外した感じですね。単純に、あそこのコースのね、スプリットっていうのは普通に強いかなと思いますので、あそこね、ボールゾーンに掘るのもいいのかなって思います。こういったね、スライダーをアウトコースの真ん中とかに、たまにね、使っていくのもいいのかなって感じですね。まあ今のはちょっと外れすぎてはしまったんですけれども、ああいうのもたまには見せていきたいところですね。で、結構ね、スプリットとかやっぱり放ってるので、今ね、うまく合わせられてしまったかなって感じですね。なんでちょっとね、最後ツーシームでいこうかなって感じで、まあ高めにね、ボール球として投げたつもりだったんですけど、まあちょっと入ってしまってね、これもうまく打たれてしまったかなって感じですね。まあでもね、最後しっかりと抑えていきたいなってところでね、アウトローのところで、ね、結構いいコースにカットボール行ってくれましたね。これでうまく打ち取ることができました。続いてね、タイムスリップの藤波選手の配球解説やっていきたいと思います。こちらも左バッターからですね、インコース真ん中のフォークボールから同じように入っております。こちらもね、うまく打ち取ることができましたね。こちらも同じく右バッターでございます。初球にね、こちらインコース真ん中よりちょっと低めのところフォーク、そしてね、2球目にインコース真ん中よりちょっと高めのところにね、フォークボールを放ってるんですけれども、じゃあね、アニバーサリーの藤波選手の配球をご紹介した時にも、まあ同じコースにスプリットを投げる配球をご紹介したかなというふうに思うんですけれども、やっぱり同じコースって使えるんですよ、同じ藤波選手なのでね。まあなんですけれども、やっぱりスプリットよりかはフォークの方が若干ね、球種的に弱くなってくるかなというふうに思いますので、ビシエド選手に投げた1球目2球目のフォークのところ使えなくはないんですけれども、多投は厳禁かなというふうに思います。やっぱりタイムスリップの藤波選手の特徴としては、こんな感じでストレートがマスラみたいな感じで動くことだと思いますので、ここら辺をね、なるべくゾーンで、使っていきたいところではございます。じゃあ、落合選手の2球目とかめちゃめちゃ強いですね。アウトコースのボールゾーンから、ストライクゾーンにあんまりね、ちょっと入ってきてるんですけれども、あそこのコースってツーシームが来そうなコースなんで、ストレートに慣れてない方が多くてね、結構空振りとか打ち上げたりとかっていうのがありますね。あと、ここのカットボールも強いですね。続いて2イニング目移っていきます。左バッター相手ですね。真ん中低め、ちょっとアウトコース寄りのゾーンへのストレートですね。ここも強いですね。ツーシーム投げたら、ボールになるコースかなと思うので、結構ね、打ち上げてくれるのかなって感じですね。で、ストレート投げた後にこうやってね、ツーシームを低めに外すようにね、やっていくと結構ね、今みたいに手が出るんじゃないかなと思います。まあ今ね、ちょっとね、ヒットになってしまったんですけれども、まあ、ストレートはゾーンに入れて、ツーシームは低めとか、またね、横に外す感じで、まあそのボール球として放っていくみたいなイメージがいいのかなって感じですね。で、こういった左バッター、インコース真ん中へのフォークね、まあ初回とかにも使ったかなと思うんですけれども、ストレートとかツーシーム放る中でも、たまにこうやってフォークボールとかね、使っていきたいところではございますね。ここはちょっとね、失投になっちゃってるんですけれども、こちらちょっと見逃していただければなというふうに思います。続いて右バッター相手ですね。まず初球はね、アウトローのところですね。カットボール低めに外すように放っております。こんぐらいね、キワキワにね、カットボールとか低めに外していけるとベストかなというふうに思います。2球目ね、さっき三振を取ったところかなと思うんですけれども、同じところに同じようにカットボール放っております。やっぱりね、あそこのコースってね、強くなってくるかなというふうに思います。まあ、理由としては、やっぱりね、ストレートもツーシームもフォークも、あそこのコースって考えられるコースなので、まあ、そこにね、カットボールを放ることで、強くなってくるのかなと思います。で、3イニング目、最後のイニング行っていきます。左バッター相手ですね、アウトコース甘めのフォークボールから入っております。やっぱりストレートかツーシームだけだと、この2球目みたいな感じで、こうやって、被弾してしまうこともありますので、たまになんですけれども、やっぱりフォークボールとか、まあ、その他の変化球、まあ、フォークボール中心ですかね、とか使っていくのがいいと思います。でもやっぱりここのアウトコースのストレートっていうところはしっかりとね、芯を外せてるのかなと思います。広角打法がね、あるバッターなんですけれども、先ほどのビシエド選手って、それでもね、あんまり飛んでないのでね。で、今みたいな左バッターの時の、真ん中のちょっと低めの甘めのストレートとかも結構ね、打ち上げてくれる方多いので、まあ、そことかも、使っていくと面白いと思います。
これね、最後のバッターになってくるかなと思います。やっぱりね、ストレートとかツーシームとかに若干慣れられてきた感が あるかなというふうに思いますので、まあ、最後ちょっとね、フォークを多めに放って、ちょっとカウントを取っておりますね。ストレートとかツーシームを待ってる可能性があるので、フォークを散らしつつ、まあ、最後他のボールで締めようかなって感じでね、こんな感じで最後放っております。で最後結局ね、ここ坂本選手にポテンヒット打たれたところにツーシームね、うまくボール球として外せて打ち取れました。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、藤浪選手の配球について、解説していったかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、長めの動画になっていると思いますので、今回はこの辺で終わらせていただこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方お願いいたします。では